小さい頃入院した病院に検診に行っているうちに、看護師の方々の温かみのある姿に強く惹かれたことがきっかけです。私は将来子どもの看護に関わりたいと思っています。病気の子どもたちの笑顔を引き出して、個性を大切に温かみのあるケアを提供していきたいと考えています。また私は保健師課程も取っているため、地域の健康を守る仕事に就くなど幅広いところで活躍していきたいと考えています。すごく温かみのある色彩で過ごしやすい環境になっています。図書室やラーニングコモンズなど自分で自主学習をするスペースも設けられていて、とても学生生活を送る上でいいところだと思います。同じ看護師になるという目標に向かって日々高め合いながら生活しています。また先輩などにはテスト前や実習前などにアドバイスをもらったりして、自分の学びにつなげられるようにしています。実習でお世話になった病院の方に看護師として就職する学生が一番多いです。私は基礎看護学を担当しておりますので、50人から100人の学生を相手に講義をしたり演唱したりっていうことがメインなんですけれども、100人の学生を一括りにするのではなくて、できるだけ一人一人の学生にきちんと対応できるように私としては心がけて関わっています。一方的に教えるのではなくて、常に学生の反応を見ながら、学生が理解できているのかなとか、理解できてないかなっていうのを見て補足をしたりですとか、あとは足りないなと思ったら次の時間にそこをプラスアルファでやってみたりとか、やっぱり常に学生のことを見て学生の理解状況に合わせながらやるっていうことに努力をしています。学生と教員の距離の近いアットホームな大学だと思います。